皆様こんにちは。ピースボートの田村美和子と申します。船の上ではピースボートのクルーズディレクターを務めております。さて本日は皆様に船内生活がいかに健康な体づくりの役に立つかといったようなお話をさせていただきます。まず船旅というのは洋上でのんびりと過ごすイメージをお持ちの方も多いと思います。そのように過ごす方もいれば、一方乗船を機に体力増進や健康づくりに取り組むという方も多くいらっしゃいます。船旅が健康な体づくりに適しているという点はこちらです。これらの条件は日常生活ではなかなか整うことが難しいんですけれども、洋上ではこの条件が揃っているんですね。そのため姿勢改善や体力向上、ダイエットなどそれぞれの目的に合わせて効果が出やすくなっています。それでは実際に船上でどのように過ごすことができるのか見ていきましょう。まず1日の始まりはラジオ体操からです。どのクルーズでも毎朝欠かさず開催しています。朝6時半頃から15分ほど行います。通常は水平線が昇る朝の光を浴びながら広いデッキで行います。雨の場合でも船内に場所を移して開催します。時間や場所を気にせずいつでもできる運動として人気があるのがウォーキングです。船のデッキは一周ぐるっと回るだけでもそれなりの距離があります。1日10周など目標を決めて歩くのもいいですし、イヤホンを使って音楽を聴いたり語学勉強をしながら歩いている方もいらっしゃいます。また360度大海原です。イルカやウミガメなど海洋生物と遭遇する確率も上がります。デッキにはプールもございます。陸上にあるプールのように連続で長く泳げるほど広くはありませんが、水の中で体を動かしたり水中歩行をするだけでもかなりの体力を使います。また航行中の海から海水を汲み上げるシステムを使っていますので、世界中の海で泳ぐことにもなりますね。船にはトレーニングジムもございます。普段からジムやフィットネスクラブに通われているという方にとっては必要な設備かと思います。広めの船内には多くの機材が設置されており、ランニングマシンやエアロバイクなどの有酸素運動からダンベルを使った筋力トレーニングまで幅広くご利用いただけます。一方ハードな運動はしたくないけれども汗をしっかりと流したいという方にはサウナが人気です。また海の上で入るジャグジーもとっても気持ちがいいんですね。次に専任講師が乗船して行う洋上カルチャースクールについてご紹介します。100名単位で参加可能なものも多く、体を動かしながら趣味や特技が増やせる新しいチャレンジのきっかけにもなります。毎朝日の出に合わせてラジオ体操とセットで参加する方が多いのが太極拳です。リラックスしながら体幹を鍛えるのですが、ゆっくりと体を動かす運動なのでご年配の皆様の参加も多いです。海風を感じ朝の新鮮な空気を吸いながら行う太極拳は船旅ならではの時間です。そして体を動かした後の朝食がとっても美味しいと大好評です。ノルディックウォーキングは2本のポールを使って全身を使って歩きます。歩くときに上半身も使うため通常のウォーキングに比べて運動効果が高く、消費カロリーもぐっと上がります。スポーツ経験や体力を問わないため誰でも気軽に参加でき、そして下船後も長く続けられるという特徴があります。ポールは出発前にご購入いただくか船内の売店でも販売しております。カルチャースクールの中でも毎回大人気なのがヨガです。ゆったりと音楽をかけながらストレッチメインでスタートします。皆さんが慣れてこられたら中級者、上級者向けのプログラムを導入します。ヨガを受講する場合はマットが必要ですが、まず最初はバスタオルで始めて、クルーズを通して行うようでしたら寄港地や船内の売店で後から購入するという方もいらっしゃいます。そしてクルーズといえばやはり社交ダンスは欠かせません。ピースボートクルーズでは乗船を機に始められる方も多くいらっしゃるのが特徴です。レッスンはほぼ毎日行います。いろいろなステップがマスターできるので楽しみながら体を動かしたいという方にはぴったりです。
社交ダンスに継続して参加する予定の方はダンス用のシューズをご用意いただくことをお勧めします。クルーズによって内容は異なりますが、フラ、サルサ、そしてベリーダンスなど、これから訪れる寄港地にちなんだダンス教室を開講します。いずれもエクササイズとしてダイエット目的で参加される方も多くいらっしゃいます。ちなみに私は洋上でサルサ教室の講師もしております。船でできたカルチャースクール仲間とクルーズ下船後も定期的に集まって親睦を深めております。以上が運動系のカルチャースクールのご紹介でした。皆様が三日坊主にならずに続けられるには訳があります。お部屋から会場まで1分です。陸上で行うカルチャースクールだと月に2回あるいは週に1回といったような頻度で行われるんですが、洋上では毎日行われています。ですから調達するのもとっても早いんですね。陸上で同じ内容のカルチャースクールを受けた場合、2年から3年ぐらいの内容の濃さがあるかと思います。そして何よりも健康づくりに最適です。受講料がすべて無料というのも見逃せません。次は持ち物についてです。普段から運動されている方は着慣れたスポーツウェアを洗い替えも含めて数日分ご用意ください。朝方の冷え込みや寒い時期もありますので、脱ぎ着きしやすい防風タイプのウェアが1枚あると便利です。また汗を吸いやすい肌着や暑い時のためにハーフパンツもおすすめします。そして運動する時に使用するタオル、こちらも忘れずにご準備ください。ヨガマットの厚みやサイズ、ノルディックウォーキングの専用ポールなど、購入される前にジャパングレースへお問い合わせいただければ参考のサイズをご紹介いたします。また万歩計をお持ちになるという方もいらっしゃいます。船内や寄港地での1日の歩数はもちろん、出発から帰国までの世界一周で総合計どれぐらいの距離を歩いたかなど分かるというのも面白いですね。身長160センチの方が仮にクルーズ中毎日8000歩歩いたとします。そうすると地球一周を通して約600キロ歩いたことになります。これは東海道53次よりも長く、東京から神戸くらいの距離を歩いたという計算になります。いかがでしたでしょうか。長い洋上生活、体力が落ちてしまうかな、運動不足にならないかなといった心配のお声いただきますが、そんな心配は一切無用です。船の旅というのは電車や飛行機、その他の乗り物を使った旅行とは全く違います。想像以上に運動ができる機会というのがたくさんあるんですね。そしてそこでは新しいお仲間と出会う機会もたくさんあります。この新しいお仲間ができて、そして新しいことに挑戦するというこの気持ちこそが若いエネルギーを生み出すパワーの源になるわけですね。旅は人を心身ともに健康にすると言われております。皆様も乗船された際、それぞれに合った形の健康づくりに励んでみてください。そしてもし私とご一緒するクルーズでありましたら、ぜひサルサ教室にもご参加ください。それでは本日はここまでです。ご覧いただきまして誠にありがとうございました。また次はサルサ教室でお会いしましょう。